よし。あ、どうも。こんにちは。まあ、いつもよりなんか、部屋が広く見えていると思うんですが、今日は、お引越しです。まあ、なんだかんだ言っても、まあ、この引っ越した後にすぐ、まあ、練習、作りもあるんで、さっさと急いで、行きましょう。はい。頑張って今まで e スポーツに取り組んで味出てるよね。この椅子は実は最初白だった可能性あるからね。どんだけ、どんだけ茶色になってんこれ。ここら辺で尺を稼いとかないと俺は。ちなみに俺結構珍しいタイプで、ここがね地元なの。ここ地元で家族が茨城に行ったっていう。だから俺だけ東京残ってる今。なるほど。これ俺の母校。やば。激ヤバでしょ。配信もフェンネルベースに切り替わるんでしょ。いやそう、だから生活の主軸がフェンネルベースになっちゃうから、うん、寝泊まりする場所だからなって言って。いやでも一応ここだけの話、ノーパソ持って行ってる。ノーパソでワンチャン配信もありだなとは思って。なるほど。チェックアウト。でここにテキスト出してきます。あのショータ FPS だし違う人ですね。まあ、だいぶ思い出深いな実際。やっぱここがね、他の人とやっぱさっき違うって言ってたじゃん。地元だからさ、ここが、うん、やっぱりあそこで甘酸っぱい思い出あったなみたいなあるんよ。いいな。学校帰りにねとか。俺の甘酸っぱい思い出の話もするか急に。やっぱあれっすよね、初めてのディープキスは井の頭公園ディープキスなの。甘酸っぱい思い出の初手結構いったね。うん、甘酸っぱくはない。甘くはない。甘くはない。プラで e スポーツで成功したからね。全然ね、成功する最中だもん。もうすでにさ、地位と名誉を獲得してしまった人間が 1% ぐらいいるじゃん。その人たちはね、やっぱり、まあ、人にもよるけど、ハングリーさっていうのをやっぱ失ってると思うんだよね。ストリーマーについて語る機会最近多くて、なんかインタビューされるから、最近ありがたいこと。俺多分ね、ストリーマーになってもね、やるゲームがバロしかないから、俺好きでやってるからさ、変わんないんだよね、今と。なんか意味ないなと思って。あれのプロとか目指せないの？あの、スイカゲームだよ。ないよ。競技シーンないから。スポンサーつかないから。スポンサーついたらスイカじゃなくなるとかね。あるかもしれない。これを使えば、ゴンみたいになれます。金髪になれるんだ。ちなみに出待ちはめちゃくちゃ迷惑なんで、やめていただけると助かります。そう、e スポーツ関係では、ゼータとかのオフィスで、ファンが出待ちしててみたいな、そういうのが問題になったりしてるんで、まあなんかわざわざ探しに来たり会いに来るのはあんまやめてください、ね、これランクで会おうっていう話ですよね。強くなってから来いよって。いいこと言ってた。なんかここが家らしいです。え、マジでどんな家かわかんないからさ。僕だけ。あら、まず一部屋。え、もう正直さ、この一部屋で生活できるよ。しかも広く感じるけどこれ、うん、畳じゃないし、うん、え、バカにしてる？いやいや、してるないし。うわー、すごい。ああ絶対やってたじゃん、これ。え、こんないらないよ、部屋。うわ、あ、え、待って待って、広くない？うん、めっちゃ広くない？あ、これがお風呂だ。でけえな。シャワーヘッドがなんか強い。めちゃくちゃ水圧強そうだ。で、ここがケッテン。そう、ケッテン。ケッテンで、5人のために和室空きようと思ったけど、荷物取りした。一回開けてみる。うん、パンパンやん。え、すっごい広くない？え、なんかめっちゃ広いな。じゃあ、ファンミーティングします、ここで。ぜひ、来てください。これにて、カン。これからよろしくお願いします。同居人？はい、お兄さんは何を食べるんですか？カルビの。え、これ4つとかじゃなくて、いや、なんか食べたかったら、うん、やっぱそれ半分とかにしちゃうともったいないから L、まあ、L1 枚なら多分食べれる。で、ちょっとさっき美味しそうなのが見えて、ちょっと2倍ってのが見えたんですよ。やってみません？本当に？はい、もういい。ほら、だってハーフ&ハーフで注文する。いや、大丈夫です。はい、で、次はジャガバタ。あ、次行くんだ。こう、4つに分けたらさ、みんなで楽しいみたいな。確かに。いや、なマヨジャガかスパイシーマヨ。ハーフ&ハーフとかどうですか？あ、その2つ行きますか。あ、よかった。はい、 M なんですか？ S なんですか？ L です。 L？ はい。あ、このトピミネファイか。何にしますか？ CLZ 選手。実はあんま頼むことないですけど、なんか4つとか2つ分割にもできる。4つがいいです。4つ4つにしようか。はい、分かった。
正気か。サイズは？サイズはもちろん一番小さい。S、M でいきましょう。トッピング2倍できるよ。トッピング2倍。ダダーン。ということでゴン選手ベース入りおめでとう。イエーイ。おお。トッピング2倍なんじゃないですかこれ。あなたに言われてトッピング2倍です。ピザにかけるものじゃないんだ。トッピングっす。これですか。あぶね。こっちは結構ほぼほぼ毎食。毎食？毎食。毎食かけてるマジで。いや悪い。なんで。いただきましょう。食べてる時はね、いや帽子を外しましょう。なんかあったんですかね彼は。うっ、ちょ見てくださいこれ。ツヤツヤしすぎじゃないですかこれ。トッピング増しすぎて。いただいちゃってください。シーズンロール考えたら頭いいマジで。どんくらい？待って待って。はい。食べ方。これはうめえ。トッピング2倍や。ゼリーいただきます。はいどうも。すごいもう。美味しくない？うまい。でしょ？なんで美味しいんだっけ？トッピング2倍だから。これうまいな。もうワンもうワン。いいよ。じゃあマヨかけてみて。マヨかけよう。マジでうまい。マヨまでは俺も許容できる。一回デリアリースペシャル行ってきたら。デリスペはいらないかな。一回デリスペ行ってた方がいいんじゃない。普通のより辛いからねこれ。でもこれぐらいでいいよ、はい、優しいね。これ用に結構少なくしてくれたんで、ね、うん、これだって辛くある必要ないもんね。いや辛くあるのがうまいんだよね。うん辛普通のイケメンは辛い。辛辛辛なんかある。バカじゃねえの。今だって怖い。マヨ欲しい、マヨ欲しい。2人はベース入りしてどうですか。あこいつ今イラついてんだなとかがめちゃめちゃ分かりやすいフレズは温厚なの、本当に味方一人死ぬためにまずガチャ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 。うわガチでやめて本当にやめて。これちっちゃ本当、本当の、本当の方は本当の方は死んだ後、ツイッター見てる。え、俺これ、もう触れるんだよ。触れるよ。本当に言ってる。え本当にしてんの。してないよ。危ない。や、無意識にやってたら怖いなと思って。うわ、待って待って。うわ、このトッピング2倍やばい。やばいでしょ、食い方マジで。もっぱん食いしないで。なんで食えんのマジで。やっぱ人間いろいろいるんだなって思って。なんでこの体に住んでんだ。ご視聴いただきありがとうございました。ご視聴いただきありがとうございました。今回はゴンさんがベースの近くに行こうしてくれたんで、これから改めてよろしくお願いします。お願いします。お願いします。また次の動画が終わってんだよ。ダメだ。また次回の動画を見てください。また次回の動画を見てください。ではまた次の動画でお待ちしてます。バイバーイ。